さあ、セラフィーがいらっしゃいますね。はい、今回は残された一つ、最後の砂漠へ。まあ、今んとこね。今んとこだけ最後の砂漠へ、裁きのカオスを、カマキを癒すものをやっていきたいと思います。さあ、ここにいますね。セラフィーに話しかけと、どうやら話が進むようなので、早速ちょっとここ、覗いてみましょう。ん？誰かなんかすごい苦しんでる人がいる。材料さえ取ってくれれば薬を作れてこの人が治るかもしれないのよ。そんなこと言って俺たちを危険な目に合わせようとしてんじゃないのか。その薬で治る保証がどこにあるのよ。あんたの言うことなんか信じられるわけがないでしょ。まあね、元モンスターだからね。さあ、ガクガクブルブル寒い寒いのシメールさんは一体誰なんでしょうかね。知らぬ方だと思うんですけど、まあ、この二人の仲間ってことなの。この人助けたくないの。仲間が死んじゃってもいいの。それはみたいな。まあそりゃそうなんだけどさ。でもあんたのことは信じられない。ベルムドーに散々盾ついて、あんたのせいで王様が死んだのよ。まあまあそれは間違いないんだけど。え、藤子さん、ちょうどよかった。今困ってたの。最近城下町で寒い寒いって体の震えが止まらない病気が流行っててね。そんな張り雨があるのね。それで病気について調べてみたら、このまま放っておくと凍死してしまう死の病だってことが分かったの。なるほどね。治すには特別な薬が必要なんだけど、ローヌ人参と砂竜骨って大量がないとその薬は作れないんだ。私はここで薬を作る準備をしなきゃいけないから、藤子さんに材料集めを手伝ってほしいの。この人たちに集めてきてもらうようにお願いしてたんだけど、断られちゃって、どうお願いできないかな。まあもちろんね。まあセラフィンさんにはお世話になったしね。ほんと、ありがとう。ローヌ人参はこっちの世界ではローヌ樹林帯の南の果てに入ってるはずだよ。遠そうなところに。砂竜骨はこっちの世界のアラハギロ州の東の砂漠にいるドラゴンゾンビ。あ、いたね、ドラゴンゾンビね。私、ここで調合の準備して待ってるね。おいおい、何勝手に話進めてんだよ。はい、ここから出てってくれ。私、この人の明日まで絶対ここ出ていかねえわ。そう決めたの。じゃあ、ローヌ人参の砂竜骨を集めたら、ここへ戻ってきてね、藤子さん。どっちが仲間だかわからんな。まあ、とりあえず、まあまあまあ、他ならぬ、入れるのかな。他ならぬセラフィーの頼みだから聞いてあげよう。じゃあ、まずは、ドラゴンゾンビ狩りかな。近いしね。崩します。やったーです。お、一発よし。じゃああとはもう一個は、なんだっけ、どこだっけ、ローヌ樹林帯ね。まあ行っちゃいましょうか。人参ね、ローヌ人参、なんかどうやらモンスターが落とす類のやつではなさそうなんだけど、いやこれじゃん。意外と目立つとこにあったわ。いや、これはあっさり見つかっちゃったね。じゃあ帰ろうか。さあ、意外とあっさり見つかっちゃったとかね、揃っちゃいましたけど、早速届けて直してもらおういましょう。嫌な沈黙だな。ん？シメールが大変な時に何悠長に本なんか読んでんだ。いい加減出ていかないとつまみ出すぞ。つかお前らだって何もしてねえじゃん。お前ら何やってんだよ。そろそろ藤子さんが帰ってくるはずだから、薬を調合する手順を確認してるんだってば。あ、藤子さんお帰りなさい。お願いしたローヌ人参と砂竜骨を集めてきてくれたのね。こっちの準備はバッチリだよ。じゃあ早速だけど、薬を使ってあの人に飲ませてあげたいから、材料もらってもいいかな。ありがとう。これがあれば薬を使って病気の人たちは助けられるよ。そんなこともやってるんだね。いや、薬の調合ってさ、そんな簡単にできるとは思えないんだけど。震えは収まったみたい。
お、よかったね。気がついたみたいで。ん？あんなに寒かったね。もう寒くない。俺治ったのか？薬が効いたみたいね。もう大丈夫。まったく心配かけやがって。藤子さん、私ね、こうやってこの国の人たちを守りたかったの。だからいっぱい勉強したんだ。あれから勉強したんだね。偉いわ。だってこの国の真実を知ってるのは私だけだから。ああ、そうだね。確かに。みんな元モンスターなんだっけ。藤子さん、協力してくれてありがとう。いつも助けてもらってるね。これ、今回のお礼だよ。そっか、なんだっけ、確か、まあ、セラフィーも元モンスターだし、町の人ももう、もともとモンスターが人にされて、ね、あの、王様のせいで人、モンスターが人にされて、人がモンスターにされたっていう、まあ、そういういきさつのあった町だよね。偽りのアラハギーロって。そう、だからこの人たちも、きっとも、元モンスターなんだよね。ね、シメルさん、なぜこの病気にかかったか、心当たりある？いつから寒くなっちゃった？そうだ、あいつら。あのバッファローを見た時からだ。あのバッファローって？格闘場のショーで最初にベルムドーがずったずったにしたあのバッファローだよ。夜中にベルムドーって低くなる声がして、外に出てみたら奴がいたよ。急に襲ってきやがったんだ。ところが、そのまま俺の体を取り抜けて消えちゃってさ。あれは生きてる魔物じゃねえ。怨霊だ。怨霊になってこの町に戻ってきたんだ。そうだよ。あいつに襲われた時から急に猛烈な寒気が襲ってきて、体が思うように動かなくなっちまったんだよ。やっぱりこの病気は怨霊が振りまいた呪いなのね。じゃあ解決のしようがねえじゃん。ねえ、藤子さん。最初のショーで殺されたバッファロンって元は人間だよね。一体誰だったんだろう。うん、気になるけど、今は病気にかかってる人たちにこの薬を飲ませてあげる方が先だよね。じゃあ藤子さん、私はもう行くね。本当に助かったよ。なんか怖い話になってきた。なるほどね。で、新しいクエストと。ここではないね。お前ら霊ぐらい行ってくれてもいいんだよ。こいつら霊の一つもねえ。あんなにひどいこと言ったね。セラフィーもあんたも。まったくそんなおしとしたちね。セラフィー、あの子ならお城の武器庫行くとか言ってたわ。へえ。まあ、一応、なんか、ありがたいとは感じてくれてんのかな。お城の武器庫ね。あ、上の方にあったな、武器庫、確かに。こっちの方かな。もう一個、もう一個上？あ、違う、武器庫あった。あ、じゃあ向こうの方か。あ、違う、間違えた。こうだね。よし、こっち。キャー、音量よ。はい、音量が出たそうです。おお、確かにベルムドに怒ってるね。今度こそ逃がすか。化け物め、覚悟しろ。まあ本領だもんね。ああ、この人たちも寒くなっちゃう。大変だ、この人たちも寒くなっちゃう。基本的に攻撃は効かないんだね。で、通り抜けて寒くなる。いや、めっちゃ怒っとる。で、消えちゃうのか。なるほどね。あ、藤子さん、今の見てたでしょ。バッファローの俺はああやって毎日のように現れて人を襲ってるの。病気にかかる人は後を絶たないわ。きっとあの音量を沈めない限りアラハギーロは少ないだと思う。だから私、あの音量の正体を突き止めたいの。ね、藤子さん、私たちが格闘場の地下の檻から逃がした魔物たちのこと覚えてる？もちろん。あの魔物たちはもともと人間なんだから、バッファローの音量について何か知ってるんじゃないかと思うんだ。だから藤子さん、あの魔物たちを探すのを手伝ってくれない？
いい、もちろん。本当ありがとう。藤子さんが一緒なら心強いわ。ただ心当たりはないよ。町の外へよく出かける人なら、何か知ってるかもしれないから聞き込んでこいと。早速使われてるな。まあとりあえず何かしらの情報収集を下の人が知ってるらしいから聞いてみましょうか。この人かな。ん、格闘場から逃げた魔物たちがどこにいるか知らないかだと。うん、そういや行商の代わりに荒萩路上には生息してないはずの魔物たちの集団を見かけたんだよな。日よけの祠の祠に入っていったけど、あれがもしかしたら格闘場にいたやつらなんじゃないか。うん、速攻で情報見つかったな。ねえおじさん、今の本当？格闘場から逃げた魔物たちは今日よけの祠にいるのね。ん、ああって言ってもそれっぽい魔物の集団ってだけで確かなことじゃねえぞ。うん、分かった、おじさん、ありがとう。ありがとう。さあ、これは重要な状況を得たみたいだね。とりあえず行ってみよう。まあ、行ってみよう。はい、場所は知ってる。じゃあ、早速向かいましょうか。さあ、行ったのかな？まあ、セラフィンなら話聞けるか。主人公たちは分からんけどね。来てくれたのね。格闘場から逃げた子たちいるかな。あれ、いるはいるね。みんな久しぶりだね。前ベルモドさんで襲われた時は助けてくれてどうもありがとう。あのね、今日はあなたたちに聞きたいことがあってきたの。今、荒萩色の城下町にバッファロンの横領が現れて、町の人たちを苦しめてるの。多分、格闘場のショーでベルモドさんに最初に殺されてしまったバッファロンの霊よ。あなたたち、あの魔物が誰か知って。知って知ってんのかな。どうしたの。ベルモドに最初に殺されたバッファロンなら、ゴリフス兵士長に間違いありません。お、え、リリパと喋ってんの？あなたは人間の言葉が話せるのね。はい、申し訳ありません。私はアラハギーロ兵士団の兵士長だったゴリウスの息子でタジウスと申します。格闘場から逃がしてくださったことにはみんな感謝しています。あなたがいなければ今頃私たちの命は。ううん、私あなたたちが傷つけられるのを見ていられない、いられなかっただけだから。それより、そのゴリウスさんって確かベルムドさんにきつく命令してた人だよね。あの人のことを教えてくれる？父は非常にプライドの高い人でしたから、ベルムドに偽物にされ、殺された恨みはきっと並々ならぬものだったでしょう。元はといえば、父が魔物使いたちの魔物を戦地に向かわせ、人間たちの盾にしたことから生まれた恨みだというのに。セラフィーさん、申し訳ありませんが、私をアラハギーロまで連れてっていただけますか？私が父を説得してみます。父には自らの過ちを認め、恨みを捨てて天に帰ってもらいたいのです。そっか、タジウスさん、ありがとう。あ、そういう展開ね。藤子さん、思いがけず心強い味方が現れてよかったね。もしかしたらタジウスさんがいれば問題が解決するかも。城下町へ戻ってゴリジュさんに会いに行きましょう。リーパッド、あ、先行くな、先行くな。みんなで行かないと怪しまれちゃうからね。お、早速おやさんいるかな。キャー、音量よよ。昨日と一緒の人じゃない、あれ。お前さん、もう毎回同じ場所に現れるんだね。藤子さん、さあ今よ、リリパッド出たわね。ベルムド、ベルムド、怒ってる。父さん、もうやめてください。僕がわからないのですか。あなたの息子タジウスです。いくら探したってベルムドはもういないんです。どうか怒りを鎮めてください。
僕は人を恨んで我を忘れ暴れ狂うそんなお父さんの姿は見たくありません。ひょ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 、そんな安っぽい親子のメロドラマで私の実験の邪魔をしないでください。あ、いた、なんだっけこいつ、なんか見た見た見た、どこで見たんだっけ、アンルシアのシアだっけ、グランセドーラーで見たやつだっけ。おや、そこにいるのは勇者姫とその横にいた確か藤子、またお会いできて嬉しいですよ。せっかくこうして再会できたのですから、あれから私の身に起こったことを少し話して差し上げましょうか。あなた方に我が研究の集大成である魔勇者を粉砕され、私のプライドはズタズタになりました。ですがおかげで目が覚めましたよ。あの程度の成果に満足していたなんて今思うと恥ずかしい限りです。かくして私はより強い素材を求め偽のレンダーシア中を探索したのです。そしてついに巡り合いました、このゴリウス君に。彼がまとう怨念の力は計り知れません。この力と私の技術が合わされば我が研究における最高傑作となりましょう。そしてこの国を滅ぼすことでそれを証明し、大魔王マデサゴーラ様に我が研究成果の粋を献上するのです。思ったよりちゃんとなんかストーリーに即してるな、これ。魔王の名も出てきたしね。藤子、あなたを倒せばゴリウス君の優秀さは確かなものとなるはず。さあ実験に協力いただきましょう。え、今ここで、やば、ちょっと回復してないんだけどな。あ、ちょ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 、危ないよ危ないよ。うお、タチウス、お、これ思い出すようなパターンのやつ。ひょひょひょ、まだ人の情が残っているとは計算外です。そんな生ぬるい感情は全て怨念に転化できるように調整せねば。それでは藤子、再調整の後また会いましょう。次こそ必ずやぶち殺して差し上げます。ひょ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 、なるほど、なかなか分かりやすい展開になってきたな。ん？お前たち何者だ、あの音量と話していたようだが何か関係があるのか。もしや、やつを町に引き込んでいるのはお前たちじゃないのか。怪しいやつの目、ちょっと来い。あ、職室。キャー、音量音よー。え、まだ出たの？何？今度はあっちか。あれ？シミエルさん、安心しろ。今の声は俺の仲間さ。シミエルさん。勘違いすんなよ。この間助けてもらった彼を返しておきたかっただけだ。ぼやっとしてねえで、今のうちに町を出やがれ。あら、人助けやっぱしとくもんだね。助けてもらっちゃったよ。藤子さん、ひとまずアラハギーロー出ましょう。私たち先に行ってるわ。モンスター連れの厄介なやつだと思われちゃったのかな。え、でもどこ行くのじゃあ。ひとまず外、町の外で出よう。とりあえず入り口から出ればいいかな。そうだね、出口に目的地がある。藤子さん、さっきは驚いたね、いきなり車く登場だなんて。確かに早いね、展開がね。申し訳ありません、私が父を説得できればよかったのですが。しょうがないよ、あのひょひょマンに。あー、出た、こういう感じだよな。そういえばひょひょマンね、あのひょひょマンに実験とか言って操られてたみたいだもの。次はゴリスさんをパワーアップさせて藤子さんを倒すって言ってたわね。このままだと藤子さんもこの国の人たちも危険だわ。でも剣も呪文も効かないゴリウスさんの怨霊を相手にどうやって戦えばいいんだろう。セラフィーさん、私も協力しますから一緒に方法を探しましょう。そうだね、ありがとうタジウスさん。あ、まだお礼を渡してなかったね。一緒にタジウスさんたちの居場所を探してくれてありがとう。さて、じゃあこの後はどうすんだ。じゃあまたね、藤子さん。私、タジウスさんと一緒にゴリウスさんをどうにかする方法を探しておくよ。すぐ見つかるんだろうな。
国の助け人。じゃあ次はどこ、とりあえずどこに行けばいいのかな。あれ早いな。そしてこれスキルアップパネル金ってことはもうラストじゃん。あれこんな早いの。いやあとさ、町から出たはずなのに速攻戻ってきてんじゃん。いつの間に。そんなんで本当に大丈夫かよ。とにかく人手が必要なの。お願い、私たちに力を貸して。でもね、しょうがね、お前を信じて協力してやるよ。手はず通りに動けばいいんだな。シメールさんありがとう。もう俺的にはあのヒョヒョマンを倒せばいいと思ってんだけどね。おやじさんの方と言って、藤子さん来てくれたのね。このままだときっとまたヒョヒョマンがゴリウスさんを操って藤子さんを狙ってくるから迎え撃つ作戦を練ってたの。今の父には剣も呪文も効きませんから、霊体を相手に戦う方法についていろいろと調べてみたのです。そしたらセラフィスさんが霊を実体化させてとどめておく魔法陣の存在を突き止めてくれたんです。でもね、その魔法陣を描く材料が今のところ全然足りてないんだ。まだ調達か。材料さえ集めることができれば魔法陣を描いてゴリウスさんの怨霊を迎え撃つことができるのに。セラフィは有能だな、ネーミングセンス以外。それで悪いんだけど、その材料を集めるのを藤子さんにも手伝ってもらいたいの。どうかな、お願いできる。まあもちろんね。ありがとう。藤子さんに集めてほしいのは、愚章の礼拝って材料よ。全部で5個。こっちの世界のアラハギ色地方にいる雲の巨人を倒すと手に入るらしいわ。聞いたことねえやつ。じゃあ私たちはここで情報から準備をして待ってるわ。手に入ったら戻ってきてね。まあいいでしょう。じゃあとりあえずぶっ倒しに行くぞ。